1は善、善は1、ゆえに10もまた善ということで、十善たる一の瀬ですね。あと二宮の、別バージョンのデビューガチャになります。いやー、一の瀬かっこいいよね。まあ、これ二宮は別にそこまで好きなキャラじゃないので、まああれなんですけれども、いや、やっぱり十傑といえば一の瀬でしょう。ということで、ちょっとね、軽くここで性能を見ていきますと、まず十善たる一の瀬で、得意練習がコントロールと変化球で、コントロール上限アップを持っていって、金徳が減点投球かドクター K、まあ、この金徳がね、確定かどうかっていうところがちょっと気になる、全然調べてないんでわかんないです。通常の一ノ瀬がね、金徳どうしても確定じゃなかったんで、そこがちょっとね、なかなか使いどころが難しいって感じだったんですけれども、これ金徳確定だったらやっぱ相当いいよねっていうところ、まあ、あと二宮もね、得意練習2種類になって、肩と打撃で、あと肩上限アップがついてるんで、まあ、今のところね、選手キャラで肩上限アップを入れようとすると、クロセイラちゃんで、クロセイラちゃんはどうしてもね、牛若が重いんで、まあ、そこがね、ネックなんですけれども、金徳は古軍奮闘、これがちょっとどれくらい重いのかがわからないです。でキャッチャーの場合はミラクルボイスで、例によってこれが金徳確定なのかどうか。金徳確定だったら相当使いやすいよね。クロセイラちゃんがどうしても金徳不確定 で牛若は守備力をきっちり上げとけば、まあ、ほぼほぼ成功するんですけれども、どうしてもイベントの関係上、あの走り出しが速くて完走も早い状態だと、ちょっと上げ切る前にね、イベントが終わっちゃうというところで、まあ、牛若が取れなかったりするんですけれども、これで金徳確定だったらかなり使いやすいキャラだと思います。で、ガチャの内容的には、まあ、一応70連まで、あります。で60連だと、SR70% で PSR30% でバナーですね、まあ、どっちかが出ると。で70連目になると、SR50 の PSR50 でバナーというところ、まあ、この60連目と70連目で PSR 引けるかどうかっていうところがかなり、ポイントだと思います。まあ、ぶっちゃけ70連って相当きついよね。相当きついんで、いやでもやっぱり一ノ瀬は欲しいよ。というわけで、まあ引いていきましょう。ちなみに単ガチャは1回バナー R 以上が確定してるんで、ちょっとこれ引いていきましょう。まあ、大丈夫なはず、意思的にギリギリだけど。このね、単ガチャで出てくれるとね、マジ奇跡だけど、それはさすがにない。二宮 R、 普通の R かで、二宮はね、もうなんか普通の二宮はもうなんかあれしちゃったんだよね。なんかミキサーとか出るたびにミキサーとかきらめきに変えてたんで、あの持ちは全然ないっす。で一ノ瀬はね、一応育ててたんで多少は持ってる。ただ一ノ瀬ってそこまで頻繁に復刻するキャラじゃないんで、まあ、PSR 出たところでどこまで解放できるかなっていうところですね。さてここはお前か。お、なんか出てきた、一ノ瀬 R。 てか一ノ瀬と二宮1枚ずつしか出てないんだけど、まあ70連まで引くからね。基本的に SR 以上はどこも確定してるんで、10連系だったら30連目からこうバナーが出てくる感じですね。二宮はね、マジでもうなんか1枚もなかった気がする。あ、3枚入ってんだけど、枚数的には、あ、来た、とりあえず一ノ瀬の SR ゲットで、二宮の SR もゲット。とりあえず SR は両方ゲットしましたね。あとはバナー確定のところでどれだけ引き当てられるか。犬川、じゃあもうせっかくなんでどんどん引いていきましょう。30連目、ここはバナーが確定してます。まあ、3枚出て2個バナーキャラが入ってたっていうのはかなり良かったと思うんですけど。お、一ノ瀬、これ一ノ瀬 SR だったら多分プラゴにはできる。なんか通常の一ノ瀬もうそこそこ育ってたような気がするんで、これなんかあんまり
SR 以外が出てきてない気がするんだけど、だから PR とかあったっけ？出てきてなくない？もう SR だけで解放するしかない。虹が出ている。キラーンはない。いや、なかなか来ないよね。虹が出るとどうしても期待するよね、二宮。バランスよく出てるね、SR は。他のさ、なんかこの PR 系がなんか、マジでうんこだよね。え、何パーセントって書いてあったっけ？そのバナー確率みたいな。23% か。じゃあそんなでもないんだね。これだって2人合わせて 23% でしょ？ってことは、まあ、10連引いて2個入ってるかどうかっていうところだから、まあこんなもんか。で、50連目も引いていきます。PR とかはもう期待できないな。二宮ゆかり様の PSR。 いや、もう前回のゆかり様 PSR は引いてないけど、ゆかり様はまあね、あのここでニューってなってないんで分かると思いますけど、 PSR は持ってるんで、ゆかり様 PSR 持ってて、暁守がね、どうしてももう PSR プラゴだったんで、ちょっとこの前のガチャは本当に引く気にはなれなかったっていう。まあただ守君はね、アプリの方でもう一つ別バージョンが来てるんで、それの解放用に、まあ、確保しておくっていうのもありはありですけど、まあ、当分先になりそうなんで、とりあえず今のところ俺はいいかなっていう感じです。じゃあここ60連目、 30% の確率で PSR、 とりあえず虹が来て、でキラーンが来てくれれば OK。 来ない。なぜキラーンにならない。まあしょうがないです。あ、でも出た、でも出た、ありがとうございます。ちょっと PSR は見ますか。いや、二宮はもうマジで解放できないよ。ただ、さてテーブルだけ確認していきますか。技術ボーナスがついて、肩上限アップあって、固有があって、タックと筋力で、技術ボーナスが通常に8ついてる。で、試合経験点が45でついて、50になったタックが 10% 上がるのか、まあ、タック60に固有のタックがついて、筋力ボーナスと技術ボーナスがついて、試合経験点ボーナスもあってっていう感じですね。得意練習率アップはないか。コツとかってどうなってんの。アベレージヒッター、フォーム刺繍、こんなん持ってたんだ。他ない。あ、そう、一ノ瀬ってそういやコツ持ってなかったよね、そういえばだけど、っていうような感じです。とりあえず二宮の PSR はゲットできましたと。だからこれあれだよね、そのアプリで別バージョンが来てなくても、なんかサクスペでもなんかたまにね、サクスペ用の別バージョンが来ることがあるから、なんかキャラはね取っておくのも一つありかもしんないですね。これは完全にだってみんな今日疲れたでしょう、これ来るとは思ってなかったでしょうっていう感じだから。じゃあ70連目、ここは、50% です。 PSR が 50%50%。 いや、これはなんかすげえ普通っぽいな。まあ二宮が出たんでしょうがない。あ、来た。いやー、よかったよかった。一ノ瀬どこまでいけるかだね。一ノ瀬通常の PSR がいくつだったかな、なんか2だか3だかそんくらいだった気がするんだよね。じゃあちょっと一ノ瀬も見ていきます。一ノ瀬は技術ボーナスがついて、得意練習率アップがある。で、タックが45に固有のタックボーナスが乗って、得意練習率アップがさらにつくのか、固有で。で、練習効果15で、技術ボーナスが6。技術ボーナスは、そうか、4から45で6なので、SR の場合は、もうぶっちゃけ35で十分ですね、このテーブルは。で、50になると、やっぱり練習効果が30になるんで、SR だったら35で全然十分。要は45と35の差が、技術ボーナスが2だけなんで、まあもちろん初期評価っていうのもあるけど、まあ、それを考えても、まあ、別に35で全然使えますね。で、50になるとやっぱ練習効果があるんで、まあ、35か50かっていったところですね、一ノ瀬のこの性能の差は。で、コツは、まあ、威圧感だけだよね。威圧感は
コツは取れないんで、まあ、実質コツなしというところ、まあ、これがね昔はさ、そのコツの経験点やっぱ44とかだっけ42とかだっけ、なんかそれくらい結構でかかったけど、今なんかドカッとねあの経験点稼げたりするんで、ちょっとコツないっていうのは今のところ微妙かなと思います。であとはまあちょっと金徳がどういう感じになってるのかというところに、なりますので、強化暁ですね。ただ暁キャラってその強化暁で入れるかっていうとちょっと微妙なところがあるんだよね。あの打倒しないとタッグが組めないっていうところがあるんで、まあ一ノ瀬とかって勝利の星で結構いい金徳をくれるんで、まあ一ノ瀬最後まで残すのもちょっと難しいんですけど、最後に一ノ瀬打倒できれば金徳的にはかなり美味しいんで、まあ、結構強い選手を狙うのであれば、まあ、一ノ瀬残しておくっていうことも、やるんで、そうするとちょっと一ノ瀬を入れると永遠にタッグが組めないんで、まあ、そこが微妙なところになりますね。だから暁守入れるときにはもう暁守は速攻で倒してっていうような手順を踏むんで、まあ、ただ暁キャラに関してはちょっと別の高校で、輝く場面があると思いますということで、まあ、とりあえず PSR 両方手に入れられましたので、まあ、今後ね、二宮くんとか普通に復刻した時には大切に育てていきたいと思います。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回は強化暁やっていきたいと思いますので、ぜひとも見に来てください。チャンネル登録、ツイッターの方もよろしくお願いします。